札幌市障害福祉課からのお知らせです平成28年4月1日から施行となった障害者差別解消法これを踏まえた札幌市の対応についてご説明させていただきます障害者差別解消法第3条では国及び地方公共団体の責務としてこの法律の趣旨にのっとり 必要なななな施施策を策を定し実施し実ければならないとあります札幌市では障害者差別解消法により実施が求められている事項などについて既存の事業などの再整理を行った上で新たに必要となる施策や事務事業などの方向性を定めまた札幌市の率先した取り組みを広く市民に周知することにより 札幌市民全体で障害を理由とする差別の解消を推進するため障害者差別解消法を踏まえた札幌市の対応方針を定めましたこの対応方針で定めました札幌市の新たな取り組みについてご説明させていただきます札幌市の新たな取り組みについては障害者差別解消法で実証を求められている事項に対応して 5つつのの項目目でで方針を定めていますすは環境の整備です障害者差別解消法の第5条において行政機関および事業者は社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため 自ら設置する施設や整備の改善、職員の研修など必要な環境の整備に努めなければならないとの規定があります札幌市では、この環境の整備として障害のある方のコミュニケーション支援及びユニバーサルデザインを意識した取り組みの検討の2つの項目を掲げています 障害のある方のコミュニケーション支援として具体的には次の4つの取り組みを検討しています1つ目は手話を含む言語や展示などのコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりを促進するための条例制定を検討しています2つ目は障害のある方などに対して姿勢などの情報を分かりやすく提供するため 姿勢等資料印刷物作成ガイドラインの改正を検討します三つ目は各区の窓口等においてコミュニケーション支援ツール例えばコミュニケーション支援ボードなどの導入を検討します四つ目は外見から障害があることがわかりにくい方などへの合理的配慮を提供しやすくする環境づくりのためヘルプマークなどの制度導入を検討します 環境ののの整備の2つ目の項目項としししててユニバーサルデザインをを意識した取りり組みを検討ままいります具体的には福祉のまちづくり条例の施設整備基準により今後も着実に公共施設のバリアフリー化を進めていくとともに案内表示板の工夫などユニバーサルデザインを意識した取り組みを検討していきます。 次に、札幌市の新たな取り組みの2つ目として、職員対応要領です障害者差別解消法の第10条において、地方公共団体などは職員が差別の禁止と合理的配慮を適切に行うため必要な容量を定めるよう努めなければならないとの規定がありますこれを踏まえ、札幌市では、障害のある方に対する接遇の姿勢や 職員の研修・啓発の機会の確保などを記載した共生社会の実現に向けた札幌市職員の接遇要領を定めています次に、札幌市の取り組みの三つ目として相談窓口体制の明確化です障害者差別解消法 及び法の基本方針では新たに相談機関を設置せず既存の機関の活用などを図ることとしております札幌市では既存の機関として障害者安心相談や相談支援事業所などを一時的な窓口としておりますが障害者差別に関する相談は多種多様であり一つの機関で解決することが困難な場合もあるため 専門的なな機関へつなぐ役割を担うものとしていますさらに対応が必要な場合は北海道障害者条例により設置している石狩県域障害者が暮らしやすい地域づくり委員会において協議斡旋を行うことと位置づけております。次に 札幌市の取り組みの4つ目として、法の趣旨の普及啓発です。札幌市では、これまでも札幌市公式ホームページや、広報札幌の活用、パンフレットの作成を行い、普及啓発を進めてまいりました。今後も、さまざまな機会を捉えて、障害者差別解消法の趣旨に関する普及啓発などを行ってまいります。 次に札幌市ののの取り組みの5つ目として地域協議会の設置です障害者差別解消法において国および地方公共団体は障害を理由とした差別に関する相談や差別解消に向けた取り組みを円滑に行うため障害者差別解消支援地域協議会を設置することができるとの規定があります。札幌市では 共生社会推進協議会という名称でこれを設置しており日常生活や社会生活などのさまざまな場面における関係機関が相談事例や障害者差別解消に関する取り組みなどについて情報共有・協議を行うことによりそれぞれの機関が自主的に取り組みを推進することを目指しております。以上、 障害者差別解消法を踏まえた札幌市の対応について簡単にご説明させていただきましたなお、札幌市の対応方針や接遇要領障害者差別解消法のポイントを記載したパンフレットにつきましては札幌市の公式ホームページでも公開しておりますのでぜひお読みください